海佐から全体へ。反乱軍基地の場所を突き止めた。敵は撤退を開始し、我々はその足を止める必要がある。はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ホス攻撃側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。まあ、現在ねスペシャルコースなので、まあここね空に苦しめられてるという方も多いと思うので、ちょっと ISB を使ってね敵の飛行を勢力に牽制していきたいと思いますわ。取るか、来てる、来てる、来るね。スナイパーがポジショニングにつこうとしているが、まずファーストアタックを止めたな。でスナイパーが2枚上についたから、 OK サンキュー。真ん中行くわ。左結構厚めだろ、あのスナイパーがいれば上取らせないことできると思うから。ある程度ポイント貯まったら ISB で使おう。あー守り方うまいね。相手もエアリアルがいるんでね、ちょっと注意もしたいところ。まあ、最悪ね索敵バグが起こったとしてもいるね。よっしゃ、味方か。ちょちょちょ、わーっやられてる。端っこ抜けてるやついる。右端抜けてってるやついるな、一人。あれがどういうアクションを起こしてくるかだな。そうこれ、まあ索敵はバグってたとしても、そのレーダーに表示されなくても、あの喋りはするんですよね。敵が近くに来てるみたいな。うわー、ちょっとファーストアタックは止めたっぽいな。横回った人気になるな、ヘビー。あ、向こうが行ってんのか。なるほど。上にもいるか。来ると思うんだよな。 ありがとう。ごめんな、俺は作戦行動に忠実な男なので、ギリギリまで守りたいと思います。いるな、なんか味方か。ナイス、守りかってえな。つか強えな、守りに無駄がないな。トントンの民だ、トントンの民。俺なは、はい、乗り組みを狙う、乗り組みを狙う。ちゃんとなんか別のに撃たれてる。俺誰、トントンをね中の人を狙うことによって素早く撃退することができるので、スマートイオングレネードなども有効でござる。俺の ISB 使う流れなさそう。今んとこ完璧だな。そして一回 ISB にしていい？ちょっとごめん、一回 ISB 触ってみてもいい？このまま行くと多分アサルトで事足りちゃうな。せっかく対空の話してるんだから、対空見せたいところだよな。まあ、このようにね、ISB エージェントはセカンダリ射撃があるので、ああやって上飛んでるやつ、あれに対してすごく共有度がかかるんですよ。見てもらいました、これ。距離が離れてる方が誘導がかかるんで、ああやってむしろ距離が離れてる相手にかかって、まあ、全然入ってないでしょ。これくらい距離が離れてる相手だと結構追いかけるんですよ。今も当たってるっていうね、今も当たってるっていう、あんだけ超共有度で追いかけるんで全然当たってないですよ。あれ撃たれると意外とね、その冷静に地面に対して合わせるのが難しくなるんで、ああやって援護してあげると、まあ一人だけではね、ああやなんていうのかな、直線移動行動じゃなくすれ違うような動きしてくることによって攻撃避けてくるパターンもあるんだけど、いるじゃん、
あるんだけど、それを踏まえても上に対してね牽制してあげることで、いるの？あ、壊したぞ。いいよ。あって切り返しの際狙えると結構激しく追いかけてくんで、お、撃たれた。持たれてるの分かんなかった。あ、右か。ごめんごめん。ってことは右の上にいるんだな。フリーは失敗するか。そう、ああやって向かってくる相手だともう落とせるっていうね。私以外にも狙ってる人がいる。かなり強誘導なので、離れてれば離れてるほど誘導がかかるという利点をね生かしながらね。どんどん民いるな。ウォーカーが内周防衛線を突破する。基地まであと少しだ。うん、超他の人も撃ってるね。ああやって赤い鋼弾でね。あらかじめ撃っとくことによってもう相手はまっすぐ飛ぶことすら許されなくなるというね。こういう感じで対空にも使えるので、それをうまく使っていくのもベストなんじゃないでしょうか。強えな味方。一発撃たせただけか。他の人も撃ってるからな。これ基地を射程圏内に捉えた。だってもはや出待ちもできてしまうというね。リスガリも恐ろしいというのがこの ISB の強さなんですわ。でごめん、こっちのヒーローはアイデンと、こっちのヒーローはアイデンと誰？グリーバスか。これ補聴合わせたいね。多分アイデンが 1.5 になるからグリーバス、マジか、ごめん。行ってあげた方がいいな、グリーバスに。なるほど。西ハンガーに到着。制圧を開始する。この調子だ。守りを固めろ。耐え抜け。自由に撃て。大丈夫か。第一陣はとりあえず止めたが。さすがにあれがいない。味方がいないと回復ができない。味方がいないと回復ができない東ハンガーを確保。んこれまだまだ砲台に乗るってあのポジあるんだ。まだ砲台ポジあるか。ここに乗ってるってことだよね分かんなかった一瞬戸惑っちゃったよ。なんかスタックしてんのかと思っちゃった。行ってあげたいね。よし、回復する。時間稼ぐよ。スキルは全部使っちった。だいぶ残ってるな。回せろ。視力を尽くしてもろて。燃料補給施設と燃料パイプ、燃料貯蔵庫を爆破しろ。
連中はホスを脱出できなくなり、勝利は我々のものとなる。置いたでいい。誰もいなかったでいい。味方がいないと死力を尽くせないでござる。ありがとう。上いるか。これ上から来るな。ガスとあれでダブパン。ほら、あ、いないか。後ろから来てる。味方いる？視力を尽くしてもろて。いった。壊れた壊れた。貯蔵庫の爆破を準備した。ちょっと体力がまずい。レイダー卿が共に戦ってくださる。はい、敵のガスかよ。ちょ、回復はする。パルパティン無理すんな。来てるぞ。まずい、ケーブルスピンがいる。なんとかなるか。なんとかなったか。ここは最後まで ASB でいくか。ちょ、落ちるわこれ。いや、普通に味方つえんだわ。強い。特殊部隊のエージェントが戦闘に加わる。普通に味方強いんだわ。全ての燃料供給を断ったぞ。リアーズ将軍もお喜びになられる。これで反乱軍は逃げ場を失った。いや、ちょ、味方強いわ。やっぱしっかりと前でしたね。やっぱ前の圧とエリア意識だよな。やっぱ分かれて同時に制圧して相手を絞らせないようにする。そしてしっかりとラインを上げ切るという動き。二つとも、やっぱちゃんとできてたもんな。まあ、そうだね。相手最終的には人数、枚数不利になっちゃった感じするもんね。はい、というわけでね。ISB の対空性能を分かっていただけたんじゃないでしょうか。まあ、特にね、空に、困ってるときは、このスペシャルフォースのときに、セカンダリ射撃のね、練習をして戦ってみると、よりね、普段のときに使ってもポイントを無駄にすることがなくなるんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。